おはようございます、園長。お、僕の顔、何かついてます？あ、はい、できるだけ頑張ります。ふぅ、早っす。おはようございます。日付変わる前にちゃんと寝たんだが、特訓のために5時起きだ。あくびは仕方ねえだろ。おい、低血圧気味なのでエンジンかかるのが遅くて。だらしねえな。そんなんじゃトップになれねえぜ。ああ、早起きはヒーローの必須条件じゃねえだろ。おい、安心しろ。こういう時のためにスペシャルドリンクを用意した。スペ…いいな、英雄団に記されし幻の薬だと。濁った紫色、その上なんかドロッとしてやがる。見るからにヤバそうだぜ。おい、安心しろ。配色よりも効果を優先しただけだ。命に関わるものではない。材料は何なんだ？味は？それは聞かない方がいい。味は知らない。知らないってこ、怖い。さ、飲め。我は不要だ。うちに秘めし力の均衡が崩れかねないし、嫌な予感しかしない。俺もパスだぜ。おい、急に目が冴えてきやがったぜ。しゃあ。そうか、なら園長は、飲む必要はないな。特訓には参加しないのだから。んじゃ、とにかく特訓開始だ。まずは準備運動とストレッチ、それから20分の走り込み。各自水分補給を忘れないように。スペシャルドリンクはいつでも飲めるよう置いておく。サンキューな、聖司。それじゃあ行くぜ。了解。任せよ。園長、このうまそうな匂い、もしかして。エネルギー補給は大切だな。助かる、ありがとう。僕なんかがいただいてもいいんですか？選んでいいんですか？カレーパンだ。僕これにします。あ、みんなより先に選んでしまってごめんなさい。順番なんざどうでもいいだろうがよ。おい、つか嬉しそうだな。お前カレーパンが好きなのかよ。あ、はい、僕カレーが好きで、子供っぽくてごめんなさい。なんで謝るんだよ。俺もカレーは好きだぜ。たこ焼きはもっと好きだけどな。サンキュー園長。お、しずき、さっきから黙ったまんまだな。どうした？僕疲れてヘトヘトで、できるだけ動きたくない。すげえじゃん、いいことだぜそれ。い
いいこと？そう、疲れたってことはそれだけ成長したってことだ。そうかな、そうだといいな。明日からも頑張ろうぜ。